こんにちは。今ですね、大塚丘というところに来ております。北口富士浅間神社の、ちょっと250メートルぐらい上ですね、のところにあります。大和尊の命を祀っておりまして、命様を祀っておりまして、東征の際に富士山を遠拝し、戦勝祈願をされたところだそうです。北口富士浅間神社のちょっと奥の奥というか250メートルぐらい、一応歩いて神社から歩いてくることは可能です。富士山登山する 登拝するという比べればなんてことはないですね。ここから富士山が見えたんでしょうね、その当時は。今は見えないですけども、この北口富士浅間神社から富士山を遥拝する場合は、学校ぐらいまでこうバックしないと、やっぱ山が大きすぎて見えないって感じですね。ぜひぜひ参拝してみてください。ここもかっこいい、私たちが来てます。